根強い人気を誇る二郎系ラーメン。今回は二郎系のコアなファンが建てた自作ラーメンを紹介するスレをご覧ください。まずは2019年7月に建てられたこちらのスレです。ワイの作った二郎系ラーメン見てや。うまんご。見た目だけで言うとクオリティはかなり高いようです。スレ民の反応を見てみましょう。すごいな、すべて自作。味薄そう。麺を見せろよ。自分で売ったんか。製麺機とか持ってないから市販の。その麺うまいよな。これ極太麺でいいよな。見切り品になってる時に買ってたわ。確か麺がいいってどっかで見たぞ。リングイネのことやろ。乾麺は見るけど生麺がなかなか売ってないんや。玉系って感じやな。目白台に近い。普通に食ってみたい。レシピ教えろ。スレ主に触発されたスレ民も自作ラーメンを披露していました。昔ワイが一口コンロで作ったの見て。家畜の餌。いいね。ワイは好き。あっさりしてそう。意外とグロくなかった。スープが全然二郎っぽくなさそう。家二郎をガチで作ると高くなるからしゃあないけど。でかい機体油浮きすぎやねん。乳化させようとするとガス代死ぬってことや。レシチンを少しだけ添加すればええんやで。ああ、乳化剤使えば確かに楽かもな。せや、家庭用じゃ火力もしょぼいし、店の真似したら失敗するで。豚がいい感じやな。スープが薄そうで二郎系に見えん。それ以外は割と悪くない。家系作ったわ。うまそう。ほうれん草多めで好き。麺細いな。おうち麺 TV とか見てそう。複合圧縁。わい、おぉ、なぜなのか。豚だけは用意すんのめんどいからラーメン屋でたまに買ってるわ。めんどくないやろ。油で表面軽く焼いてから、煮豚タレのタレに入れて低温調理や。スープのがだるいやろ。圧力鍋使えば少しは楽やけど。うまそうやねー。もっと油ギトギトにしろや。専門的な意見を述べるスレミンもちらほら見られますね。そしてさらに本格的な写真がスレミンによりアップされます。スープ炊くのは不経済だし、大変だから油そばとか混ぜそばのがいいよ。はい、めっちゃそれっぽいな。上の油身はどこに売ってるんや。作るんだよ。背脂ってどうやって作るんや。やっぱり肉屋で油身買って煮込むわけ。チャーシュー作るときに背脂入れて一緒に煮込んで包丁で粉々にすればええんやで。それっぽくできてるやん。二郎の豚だけ食いたいんやけど持ち帰りとかできるん。インスタならデポで売っとるとこ多いやろ。豚は作るの難しくないで。野縁は予約すればいけるで。うっそうやけどタレ多めなんか。辛めで調節できるから薄く感じても平気やで。スープの味うっそうに見えるけど実際どうなんや。油が浮いて薄く見えるだけや。二郎系は自作してもあんまコスパ良くならないのがな。塊肉買う時点でどうしても安くはできんな。チャーシューが原価圧迫するわな。二郎でしょ、小豚で100円しか違わないのが頭おかしい。二郎自体が自家製麺でコスト削ってるところが多いからね。それで体壊して辞める店長出てくるんだけど。ラーメンなんて量作らないと店より安くなるわけないやん、アホちゃう。思ったより汚くない。意外と自作でラーメンを作る人は多いようですね。ただし二郎系を自作してもコスパはあまり良くないようです。次に紹介するスレは2021年6月に建てられたこちらのスレです。ラーメン二郎って行列ができるほどうまいんか。自作ラーメンスレも良いですが、ここで一度ラーメン二郎の美味しさを再確認しておきましょう。そんなにうまいんか。うまいとかじゃない、うまい。ニコチンとかあの手のものに近い。行列に並んでる俺かっけーみたいなところあるよな。うまい店の二郎は無性に食べたくなるんよな。定期的にあの豚の塊と極太麺を食べたくなるんよ。うまかったら行ってみたいんやが。じゃあまずい、二度と行くな。くそうまい。ロット見出さず素早く食い終わる俺かっけー。店による。天地返しやってる俺かっけー。天地返しとはラーメンの上に乗っている野菜と麺を入れ替えることで二郎通が行っている食べ方のようです。微妙やね。ただ量がたくさん食えるってだけの店や。若いやつじゃないときついか。しかもみんなせっせっと食っとるんやろ。なんか笑っちゃいそうやわ。めちゃくちゃうまいかと問われれば微妙だけど、不意に食いたくなる衝動に駆られる。煮豚うめえ。めちゃくちゃうまいわけじゃないと思うんやけど、なんか知らんけどたまにクソほど食いたくなる。多分なんか入ってるであれ。カニ豚降臨した時のやったぜ最高感。味濃いし麺硬いし微妙量食いたいなら正義。オンリーワンな料理ではあるが店も客も、率がとんでもないから近寄りたくない。ガツガツ食ってる時にちょっと脳汁出てると思う。あれは麻薬みたいなもん。普通のやつはやる気にならんけど一度手を出すとフラッシュバックする。店舗が狭いから行列できるの前提や。ラーメン二郎うまいはさすがに味覚障害。あれはうまさじゃなくて量を楽しむもの。うまくなければ量多くても食えないだろ。お前極端なんだよ。うまいまずいだけでなく普通ってあんだろ。まあ食えなくもないみたいな。二郎はそれだから大量を一応食える。量を食べれるということはまずいことはないという認識でいいのでしょうか。あんな食べれる気推進絶対残すわ。世の中大食いが多いんか。豚食いに行く店だよな。正直味だけならインスタの方が上だと思う。あのスープは他じゃないよな。醤油を感じるのに醤油感がないっていうか。まずいぞ。まずさとしょっぱさで脳が中毒起こす。近所のとこは月1で行っとるけど、運動やめたら小でキツキツやで。この粉みたいなやつは何や。刻みニンニクやで。写真ボケててすまんな。二郎は底辺のテーマパーク。夢いっぱいお腹いっぱいやで。食うならインスタのテイクアウトしてるとこで買って家でアレンジするのがおすすめ。カップ焼きそばのごつもりみたいなもんやで。
それやったらうまいやん。うまいっていうかただ二郎が食べたくなるんや。うまくなかったら並ばないだろ。バカでもわかる。あれは食事じゃなくてアトラクション。今度行くかな。食べるの遅かったり残したりするとキレられるんやろ。もしかしてスープも勘弁しないとダメなんか。食べるスピードと完食しなければならないのは二郎では有名なルールです。着丼時わい、おうまそ。食べ始めわい、やっぱうまい。中身豚最高や。食べ終わりわい、ウェッもう二度とこんわ。一日後わい、二郎食いてぇな。ガチでこれの繰り返しやで。俺はむしろ見た目がうまそうと思って食ってみたけど、思ったより塩辛い感じの濃さで口に合わんなと思ってそれきり言ってない。わいはあまりのうまさに食後失神したわ。二郎系って正直ラーメンとしてのうまさより豚のうまさが8割だよな。二郎系の豚はうまい。マジで好き。二郎自体は大して好きじゃないのが辛い。チャーシューだけ買うと高えんだよな。麺はうまいんか。硬いより柔らかめが好きなんやが。めちゃくちゃうまい。食べ終わった直後はカッコしばらくええわってなるけど翌日もう食いたくなる。お前らこんなものバクバク食うんか。ドン引きなんやけど。見た目のインパクトはすごいものがありますね。徒歩3分とかの距離にラーメン二郎あるんだけど、マジでそろそろ引っ越ししないと血圧と体重がやばい。興味はあるんやけど野菜が嫌いやから食いたくない。味覚音痴の料理もしない底辺の豚男しか行かないよ。そんな店最底辺の仲間入りしたいか。うまいものを求めていくとこちゃうで。嗜好品求めていくとこや。今じゃ大学生なんて二郎以外でまともに腹くくれられるし学生飯でもないよな。二郎ガチの豚が集まる場所やろ。学生に安く食えるなんてもう遥か昔の話や。でもそこまで多くはない。どっちかといえば治癒し顔のガリガリとか中肉中背の理系っぽい奴らばっかや。治癒し顔の奴が本当に食ってそうなのはラーメン二郎。おうか、俺の生きる道、ラーメン代、角富士、麺屋音、優勝券、信長、どんぶらこ、ワイがうまいと感じた二郎。美味しいのか美味しくないのかはその人の感性で変わるようですね。スレ主にはぜひ一度食べてもらいたいものです。最後に紹介するスレは2018年9月に建てられたこちらのスレです。二郎系ラーメンを作る。初めてラーメン自作します。豚骨からスープ取ってく。よくこんなん売ってるとこ見つけたな。失敗する。グロ。確かにビグロだったかもしれない。後悔する。ちゃんと血合いは取り除け。これは期待。豚の柄を下茹でしてアクを取ります。下茹でってどのくらいやるの ?10 分くらい。楽しみ。これ今から作るの?取りためてるの?もう完成して食ってる。なんだ取りためか。下茹でが終わったら鍋を洗って水を変え、圧力鍋で炊いていきます。圧力鍋か。画像忘れてた。綺麗な水に変えて炊きます。頑張れ、頑張れ。豚骨煮込むとか近所迷惑ってレベルじゃねえぞ。圧をかけて1時間ちょい炊いたところ、豚にする肩ロースと背脂、ネギの頭、ニンニク、キャベツの芯を突っ込む。初めての自作ラーメンということでしたが、なかなか手慣れている様子です。おほう、キャベツの芯なんて入れるんか。なんでなんや?完成したら起こして。うん、俺も作ったことあるでよ。腹減ってきた。圧力鍋は何リットル?3リットル。小さいから2、3人前くらいしか作れない。一人で食べる分には3リットルくらいの圧力鍋でちょうど良さそうです。豚と香味野菜を入れて再度圧力鍋で45分くらい炊く。その後取り出した豚を醤油とみりん風調味料5:2の割合で作った返しにつける。げんこつ入るんだ。げんこつは同時に何本入る?今回はげんこつじゃなくて背柄だよ。ノコギリで分割して入れた。げんこつなら割って2、3本くらい入るかな。本当に初めての自作ラーメンなのでしょうか?ノコギリを準備して分割するあたり、職人のような印象すら湧いてきます。圧が抜けたら蓋開けて骨をグリグリしながら煮詰めてスープ完成。画像を見る限り二郎系らしいスープになっていますね。トッピング用の野菜類を準備。学生の頃よく家二郎やったわ。コスパも時間も店行った方が断然良いからバカらしくなるが。豚はかなり柔らかい。丼に返しと味の素入れとく。近所迷惑だろ。家系よりだいぶマシだろ。麺は作ってないから市販のつけ麺用の麺茹でる。スープ注ぐ。盛り付けて完成。見事なラーメンの完成です。スレ民の反応を見てみましょう。らしくなったな。少ないな。二郎系ではないな。すごいです。乳化してない。やり直し。非乳化スープも美味しいですよ。非乳化が好きなんで。二郎感ゼロ。てかその麺はダメだろ。なんかキジトラのラーメンみたい。二郎行っても麺半分とかで食ってるからドカ盛り期待してたらすみません。食える範囲で食べるのが真の二郎リアンなので、問題ないですよ。昔の二郎ってこんな感じだったよね。んなわけない。こんなお釜みたいな盛りなら流行らん。昭和40年代の話だったわ。こんな手間かかるなら二郎行くわ。いいじゃんこれ。やるじゃん。ちなみに麺は何グラム ?130g かな。二郎食べたくなった。VIP に溢れ返ってる二郎系ラーメン画像の中でダントツにうまそう。しょぼいタンメン。二郎じゃない。VIP に貼られるのは汚い森ばっかだからお前らには新鮮かもな。賛否両論ありましたが、なかなかの出来だったのではないでしょうか。皆さんも二郎系ラーメンの自作に挑戦してみたら面白いかもしれませんよ。今回はオムライスに関するスレを4本紹介します。1本目は2020年1月に建てられたスレです。秘宝はオムライス作りに無事失敗する。卵6個も使ったんやが。あ、
卵6個の量じゃないだろ。火力最大の時点でやる気ないだろ。草生える。作ってる途中に写真なんか撮ろうとするからミスるんだろ。何忘れ立てるために作ったんか。巻こうとするから薄焼き卵作ってフライパンから滑らせて乗せるだけでいいのに。フライパンの上で包むな。ライス乗せた卵をさらにひっくり返してからくるめ。これな、スタッフも拒否するレベル。これはうまそうや。ご飯多すぎ。強火は基本だから正解だけど、ガス火の方が簡単。IH でするならバター多め。うん、絶品や。マヨネーズ。そんなことよりコンロ周り汚ねえ。鍋がクソやんけ。新品でクソ加工してあるやつ買ってこい。地獄みたいなキッチンだな。汚ねえコンロ。今まで見たコンロ周りで一番汚い。掃除のしやすさが売りの IH でこの汚さ。汚ねえ。ラスト一口。無事完食。ラストオロ。さっきのデカさがデブ。汚すぎやろ。とりあえず卵を上に敷く練習しよう。火力高い。油少ない。混ぜ方足りない。鍋死んでる。鍋じゃなくてフライパンだったわ。ここまで不快な気分になる飯画像も珍しい。以上です。2本目は2022年8月に建てられたスレです。気泡オムライス、失敗する。うまそう。難しいからね、仕方ない。卵少ないな。4個使え。できないからって諦めてスクランブルエッグにしてごまかすのくさ。パセリのアシストスキルよ。トルネードとタンポポならタンポポの方が簡単やった。食えば一緒や。完璧なオムレツは、卵は3つじゃなくて2つ。素人はミルクを入れるけど、これは大きな間違いだよ。エアプヤン。確かに見た目が違うだけだな、オムライスって。失敗したと言いつつちゃっかりパセリ食ってるのムカつく。それよりソースが美味しそう自作なんかな。ケチャップよりデミよりの方がスコ。ええやん。卵3つも食えるんかよ。お腹いっぱいなるやろ。卵4つはいける。バターもりもりにしたオムライスがきつすぎる。一押しすぎやな。ワイのオムライス。キノコいいね。多すぎる。問題はケチャップライスやないか。あれが美味しくできないと台無しやろ。ちょっと足りないかなってところで止めないとべちゃべちゃになる。白い部分が残ってても混ぜるうちにちゃんと色づくから。目玉焼きやゆで卵4つ食え言われたら嫌やし。スパニッシュオムレツかけ卵4つ使ったの一人では食わんよな。そう考えるとオムライスでイカれた料理や。不思議よね。デミグラスソースオムライスはクソ。ノーマルのオムライスの形成はキッチンペーパーを濡らして、端っこ尖らせて包めば OK。ふわとろオムライスは邪道や。これでいいんだよね。卵の量なんて食べたい量に比例するわな。そもそも卵のサイズが S か L かでも違うし。おむりたくなってきた。ライスの方にみじん切りにしたニンニク入れるオムライスにハマってる。もっと半熟にしろ。分厚い鉄フライパンとか中華鍋で作ったらタンポポは簡単やで。卵多いから投入時に温度下がって失敗するんやで。真ん中割ったら広がるやつ何回挑戦してもできない。タンポポは最初だけ高火力ですぐ弱火にしてトロトロの状態で包むんや。手早くやらないと火が通りすぎる。ライスのてっぺんを平らにしておいて乗せれば OK。申し訳程度の肉うまそう。残飯系オムライス。卵のせご飯。醤油の味しそう。ケチャップのオムライスとビーフシチューかかってるオムライスあるよね。ワイはビーフシチュー派やわ。以上です。3本目は2018年12月に建てられたスレです。オムライス出てたぜ。怖い。この顔好き。卵もうちょい頑張れや。ワイは一生オシャレなことはできないんやなって。なんか残念。卵ケチりすぎやろ草。横から見たら、山盛りなってたんや。さらに草。チキンライスがうまそうなのが腹立つ。卵ボロボロで草。普通に美味しそう。中身のライスはなかなかうまそう。その卵はねえわ。乗ってるのって普通オムレツ作って真横にかっさばくよね。死ぬほど油か、できればバターを敷いてから卵始めるんや。あとミルク気持ち多めに。でもチキンライスはうまそうやな。弱火にした方が良かったのかもしれん。味はうまいで。卵もちゃんとうまいんや。うまいんやろうけどな。食うたびにオムライスが痛みに顔を歪めていくで。草、うまいんやろうけどこれではチキンライスの入り卵の線をねえ。本当は卵がふわふわで、ご飯の上におしゃれに乗る予定だったんや。やりたいことはわかるんごよ。すまん、すまん。ブロ。丸めた飯に卵をフライパンから移していったんやけど、あかん、ってなったんや。まあ顔を描いて可愛くすればワンチャン、と思ったんや。結果このざまや。何度もトライやで。わかる、何気に盛り付けが難しいよな。せやねん、仕上げでずっこけるんごね。ごちそうさまでした。うまかったで。今度は可愛くしたるからな。味は悪くなさそう。以上です。4本目は2020年5月に建てられたスレです。自炊初めて3ヶ月のワイのオムライス。減ったクソやな。ちなオムライスは初めて。ワイの彼女よりはうまくてくさ。普通にうまいやん。やりたかったことはわかる。わかるか？半熟にしたつもりやったからパカーとしたら普通に割れてくさ生えたわ。ケチャップかけすぎだろ。確かに。でもしょっぱいの好きやからええわ。食べてる途中ですか？卵に熱通しすぎなんか？ええやん美味しそう。チキンライスが上手に作れたかどうかが大事やない？見た目あれやがうまい。写真だと黒く見えるけど実際はケチャ色や。ウインナーの焦げがうまそう。食べてるけど普通にうまいわ。一人暮らしで見せる相手もいないからセーフやな。なんか食感も想像できる。卵がゴムゴムした感じなんだろうな。もっとふわとろにしろ。ワイフライパンが雑魚すぎていくら油引いて卵張り付くわ。血がぶっかかってる。ようやってる。ちょっと量が多いけどええやん。なんで穴開けてるんや。
ふわとろになっとると思ってパカッとしたら普通に割れたんや。自炊するその心意気よ。卵料理はお手軽だけど難しいんよな。やり直し効かないし摂取量制限あるし。胃の中なら一緒や。オムライスは作るのむずい。生姜焼きとか肉じゃがは簡単。ワイもコロナ自粛でご飯は炊くようになったんごね。よくまあ一人暮らしで卵料理なんか作るわ。地域差あんのかな。ちなち千代田区住民やけど生まれてこの方卵は1個200円前後くらいが普通やったぜ。今は高校の時に告白されて付き合った彼女が奥さんで料理家事は任せっきりやけど、それでも4個もあれば100円超えると思うで。ちなみにこれで原価100円未満や。店で食うやつよりうまくはないけど安いしセーフ。原価100円とかま。ちなち千代田区住民やけど生まれてこの方卵は1個200円前後くらいが普通やったぜ。今は高校の時に告白されて付き合った彼女が奥さんで料理家事は任せっきりやけど、それでも4個もあれば100円超えると思うで。6個で140円やぞ。ワイのも見てくれメンス。これプロです、すごい。美味しそう。これを目指したかった。うまそう。だいぶ焼けとるやん。もっと半熟狙わな。オムライスにするなら卵をオムレツみたくする必要ないよな。フライパンがクソなんやろ。フライパンにくっつくよな。うまそうやん。こんな昼飯がいいわ。ちな冷凍のチキンライスにフライパンで焼いた卵をそのまま乗せただけや。これで卵を何個分？ 3 個くらい。ワイのたまに行くオムライスやわ。オープンオムライス頼むと最初からオープンしたのが出てくるわ。ウインナー入れたらウインナーの味しかしないやろ。意外とこういうのは食ってみるとうまい。こういうのでいいんだよ。イッチも頑張って。練習あるのみや。取りすぎには気をつけるんやで。のっけ好き嫌い。巻いてあるのがいい。IH で調理難しいんごねー。みんな優しくて涙出るわ。来週もまた作るからその時にここ参考にして作るんを。あとチキンライスはニンニクが効いててうまいでー。初心者にありがちな全部強火で調理してるやつやな。ワイもそうやったからわかるわ。オムレツって強火でやらない？完食。ようつべのロピアってシェフのオムライス動画見てくれば、マジで一発でできるようになる。まあこんなもんやろ。チキンライスをトマトソースで炒めてかけるのデミグラスにすると、洋風になってうまいぜ。みんな優しい。チャーハンだとレスバ起きるのにオムライスではなぜレスバが起きないのか。なんせいでオムライスに自信に気ゼロ人説。みんなうまく包めんからしゃあない。ええやん。ある程度になるとオムレツ乗っけるやつより包むやつの方が、難しいことに気づく。卵が柔らかそう。また見せてくださいね、楽しみです。今夜は中華料理作るから気が向いたらすれ立てるんを。以上です。皆さんはオムライスを作ったことありますか？今回はカレーを作るすれを紹介します。2012年2月に建てられたすれです。とりあえず調味料全部集めた。おい、スパイスは？調味料は一味とかもないわら。レシピ書こうとしたら本文長いって。結局スパイスは買ってきてないの？カレー版から。基本レシピ。クミンホール小さじ2。カルダモンホール3粒。クローブホール2粒。コリアンダーホール大さじ2。ローリエホール1枚。ターメリックパウダー小さじ1、シナモンパウダー小さじ 0.5、メイスパウダー小さじ 0.5、続きます。初めてでこのレシピはやめた方がいい。もっとシンプルなやつの方が楽だしうまい。コリアンダーまさかホールのまま使う気じゃないよな、わら。シナモンパウダーが少なくて、味の芯が一つ足りない感じになるかもしれない。小さじ1ぐらい入れて OK。それで味足りなければ塩で調整。ナツメグパウダー小さじ 0.5、玉ねぎ中3個、生姜チューブ適当、ニンニクチューブ適当、鶏肉 400g、トマト水に 200cc。バナナ1本、鶏肉茹で汁 600cc、一味 14g、ココナッツミルク 200cc、ガラムマサラ小さじ2、ただ作る鍋も小さく分量とか全く違うだろうしこれが何人分かもわからない。よって全部適量でいく。この量ならパウダー大さじ1杯くらいで良さそうだね。基本ルール、どんなのができても完食。所持金1661円で全部買う。買えないものは安い似たようなものを買う。とりあえず24時間営業の激安スーパー行ってきます。ないものまたは高いもの100均で。まだ100均開いてる？100ローなら24時間。着いた修羅券。物価安いよう。具買う金余るかわからんくなってきた。多すぎるがパッと見スパイスセットはない。雑味ある？トマト、生姜、ターメリック、クミン、コリアンダー、カイエンペッパー、パプリカ、サラダ油、塩、ジャガイモ、鶏のもも肉、玉ねぎ。これだけあればうまいの作れるぞ。レトルトカレーなんか売ってるそばに出番の袋入りパウダーセットないか？あった。ないと言われてたココナッツまでも。これは甘え。1スパイス100円前後でここで揃いそうだし買ってもいいがドンキで交渉でもいいが、どっちがいい？録音機械内が成功したらどうにか証拠をプする。そして充電が1だわ。スパイスはネットで買うと 200g で200円くらいだぞ。瓶に詰めて使うと便利。金足りなそうなら、ガラムマサラをメインにクミンパウダー、コリアンダーパウダー、カルダモンパウダーだけで味を整える手もあるぞ。初めてならこっちのが無難な味になるし。ガルダモンとグローブ、シナモンはガラムマサラで代用した方が安いと思う。まあ美味しいのができるのは2回目以降だよ。和風料理ならレシピ本見て作れる俺でも1回目は失敗した。バナナって潰して入れるのか？それとも切って入れるのか？潰して入れる。ただバナナ味になる。ココナッツとバナナならデザートっぽい味になりそうだなわらわら。パプリカ粉入れるとうまいぞ。ハンガリーのグヤーシュ風なコクが出てよい。
相手からに色味は書かなかった。俺は1に 15g が入る。俺はいつもカイエンペッパーをほんの少し入れてる。少し入れるだけで十分辛いから1により安いかも。辛味じゃないけど、パプリカ粉をたくさん入れるから色は真っ赤。俺は辛味はブラックペッパーとカイエンペッパーかハバネロ。ターメリックは入れない。ブラックペッパー粒で入れると煮込んだら辛味が消えて山椒みたいな味になる。買ってきた。具を茹でるか。すげえわらわら。今から作るのか。予算内頑張ったねわら。具を茹でるってなんだよ。牛すじやめたのかわら。カットトマト78円分じゃ多分足りないと思う。特売200円の牛すじキャンセルしましたわら。とは言ってももうお金ないからこれでやるしかない。10日間カレー食うでー。こんな感じ。今からじゃがいも茹でて飴色玉ねぎ作る。ニンニクみじん切り、生姜すりおろし、鷹の爪輪切りを油の中に入れて超弱火にかけて香りを出すのが最初だよな。難しいなわら。鷹の爪ないから代わりにパプリカかガラムマサラ、クミンコリアンダ。ニンニクと生姜みじん切りをサラダ油で炒める。玉ねぎを加えて炒める。スパイスを加える。トマトと塩を加える。じゃがいもと肉を入れて、水をじゃがいもが浸るくらい加える。煮る。こんな感じか。トマトは完全に水分飛ばすくらい炒めたいな。中途半端なトマトの味が残ると微妙だよね。根菜類入れるのか、面白そうだ。アドバイスできないけど似てる。うん、面白い。メモりながら見てます。ちょっと具だったけど、10日食べるんなら美味しくできないとね。玉ねぎ切ったよ。生姜ニンニク弱火で炒めて匂ってきたが、これは捨てて玉ねぎ炒めだよね。捨てるなわらわら。基本的すぎる質問だが、フライパンで炒めていいんだよね。いろいろ温めてどんどん追加、それともさらに避難、それか最初からカレー鍋で。どんどん入れちゃっていいよ。フライパンが大きいなら全部フライパンでやっちゃっていい。カレー鍋に移すならトマトを炒め終わったらかな。俺はいつもフライパンしか使わないな。俺は最初に肉炒めて鍋に移す。次に玉ねぎだけ炒めて移し、人参だけ炒めて移し、じゃがいもだけ炒めて移しの繰り返し。最初の香りと肉のエキスを野菜に移しながら、ここの野菜の火の通り具合を個別に調節する。ニンニク生姜炒めたんならそのフライパンで構わんで、玉ねぎが飴色になったらトマト追加。ある程度水分飛ばしたとこでカレー鍋に移したらいいんじゃない。玉ねぎ色変わってきた。生姜はみじん切りだとジャリジャリが残るから、俺はいつもすりおろしてる。玉ねぎの色は味には関係ないって話もあるけど、どうなの。50分炒めの飴玉 VS10 分炒めの普通玉。俺的にはそこまで飴玉の良さは感じなかったので、いつも普通玉。玉ねぎはどうせ煮込んで溶けちゃうしな。ある程度甘みと香りが出たらオケにしてる。美味しそうわら。いい匂い。パスタにかけたい。いい感じじゃないか、わら。香りが届いた。スパイスはまだ。じゃがいも10日。ガラムマサラは、水分と一緒に香りが飛んでしまいやすいから食べる直前だぞ。スパイスから固形のルーを作って冷蔵庫に保管しとけば次から楽になるんじゃね。ミックスしたスパイスを瓶に詰めとけばいいだけじゃね。トマトはしっかり炒めた方が断然うまいよな。お前頭よくね。スパイスは煮込みの段で入れないと香りがボケるよ。芋は別に炒めて焼き固めた方が煮崩れしにくいけど好みかな。なんかここカレーのプロしかいないなわらわら。人参今入れた。もうちょっと煮込もう。カレー番住人が来てるわけかわらわら。納得だわわらわら。よし、これをカレー鍋に移して、いよいよスパイスかな。皮はピーラーないしだるいから剥きません。人参も皮のまま。ワイルドだなわら。肉は牛肉プリプリがいいから仕上げで入れる。スパイスちょっとずつ入れるわ。まずクミン。おっさんの脇の匂いみたい。本カレー食いながら応援するぜ。昨日カレーだったけど明日グリーンカレー作ることにした。パプリカは味が薄いから瓶の半分くらい入れても大丈夫。クミン入れたらカレーの匂いしてきた。次はコリアンダー。こちらもカレーの匂い。クミンとコリアンダーはカレーの主役だからね。あとカルダモンがあると爽快な香りが立つんだが、ガラムマサラあるからいいか。次はターメリック。カレーの色になりそう。ところでカレーって10日も持つのかい。肉も入ってるんでしょ。じゃがいもさえ抜かせば冷凍できる。冷凍もしくは毎日火を通していれば大丈夫なのかな。10日はどうだろう。火を通しても蛾光形成する細菌は死なないから危険。耐熱性の毒素も溜まっていくだろうし、冷凍なら大丈夫だな。ありがとう。この時期でもさすがに10日は厳しいよね。味見。まだどちらかといえばオレンジでトマトに色が近いかな。匂いはカレー。味は薄いな。うっすらカレーの味。とりあえずはこのまま調味料追加する。トマトカレーならこんな色だよ。俺は入れないけど、ターメリックは辛入りしてホコリ臭さを飛ばすといいらしい。あとガラムマサラあるならそっちを投入してメインの風味を決めるといい。ほうほう、カレースープみたいだな。確か冷凍するときはジャガイモが顔出さないようにルーをかぶせて冷凍するといいと聞いたよ。ゆっくり冷凍するとジャガイモの中の水分が集まって凍ってしまうから、解凍するときにスカスカになってまずくなるはず。性能のかなり良い冷凍庫だと大丈夫だと思うけど、家庭にはないだろう。そうだよね。重ね重ねありがとう。芋はどうやってもまずくなる。凍った水分が抜けててスカスカで味気なくなっちゃうんだよな。うん、実際やってみたことはないんだ。どっかで聞いただけで。ガラムマサラがスパイシー。赤いな。唐辛子も入っているのかな。ガラムマサラ、胡椒、コリアンダー、赤唐辛子、カルダモン、クミン、グローブ、シナモン。コリアンダーとクミン買わんでよかったやん。このガラムマサラは攻撃的な色だなわら。パプリカからそう。何時にできるんだろうか、寝ようかどうか。これまとめによるよな。あと1時間も煮込めば完成。
本当はそこから一晩冷ましてもう一度温め直した方がうまい。水で鍋を急冷してもいいけどね。こだわり派が作るカレーは時間かかるけど魅力的だな。待つのも味のうちだからね。手作りは楽しいよ。お腹空いちゃったよ。味見したらまだ薄いな。チャツネとココナッツミルクは最後らしいからスパイス舐めてちょっとずつ調整していく。ココナッツミルク入れない方がうまくできるかもな。この量ならパウダー大さじ1杯くらいで良さそうだね。そんなに煮込む必要あるのかな ?1 時間。早く食べたければ切り上げても構わない。俺は玉ねぎ溶けるまで煮込む派だからわら。スパイスは効いてるんだがいまいち味が薄い。スープカレーを薄めた感じだな。難しい。シムラー、塩。塩把握。おお、色は薄いけど美味しそうじゃん。人参飛んでない?カレーにバター、ニンニク、砂糖を入れるとうまくなるってホリエモンが言ってたの思い出したわ。口に入れた瞬間スパイスの匂いと風味は漂うが後から追いかけてくる薄味トマトが、結局味残るみたいな。パプリカとクミン、ターメリックを足すといいよ。トマトの量が足りんかったかな。煮込めば旨味が増えると思うが缶トマトの方が楽だよ。コンソメあればぐっと旨味が増すけどね。あと肉がまだだから味の決め手にかけると思う。チャツネとココナッツミルクでコクも増して全体の印象も変わるしね。0時過ぎにはできそう。意外と早いな。出来上がってウプするまで見守ってるわ。じゃがいもは潰して冷凍するといいよ。亀でごめん。それだとみんなペースト状になっちゃいそうだね。食感はどこへ?水分の抜けたもそもそのじゃがいもが嫌いならって話。じゃがいもはトッピングにした方がいいね。味は染みてないけどスカスカよりはいい。出来上がりの想像がまだつかないだろうから。もうチャツネとココナッツミルクも入れちゃっていいよ。一瞬ちょっと変な匂い、ゲロっぽいが漂うかもしれんが。煮込めば旨味が増してくるから心配ない。その後でスパイス調整した方が失敗少ないかな。みんな器用だな。俺には無理だわらわら。大事なのはガッツだ。一番重要なのはグイージ。確かにわら。市販のレトルトカレーに〇〇を足すとうまいよって食材や調味料を教えて。食べる前にガラムマサラかけると良いと思う。レトルトより大量に作って冷凍しといた方が安くてうまい。ガラムマサラかサンクス。このスレ見たら作りたい意欲が湧いてきたけど多分作らないんだろうな。付け合わせ用のチャツネ。カレー屋さんのなんとかじゃなくて瓶詰めの高いやつ。雑居や福神漬けとは違ったインドカレー屋の味に近づくよ。ターメリック多めに、他ちょっと足した。カレーだわ。見た目も匂いも。完成。いただきます。味ぽんわらわら。今から食うのかわらわら。うまそうだがジャガイモがパイナップルに見えるわらわら。チャツネの代わりにパイナップルっていけそうでない?完成。おめでとう。感想は?おめでとう。残ったスパイスで違うカレーも作ってみるんだぞ。うまいわら。辛いカレー苦手で甘口か中辛の俺にはちょうどいい。よかったな。自分も辛すぎるのは苦手。寝かせたカレーも楽しみだな。楽しませてもらったよ。成功おめ。初回からうまいカレーが食えるとは腕がいいな。次はホールスパイス揃えてガラムマサラに頼らないのも試してみれ。めちゃくちゃうまいわ。見た目は写真写り悪いということにしてアドバイスありでした。調味料たくさん余ったから今度から具買うだけでできるし、ガラムマサラとターメリックの分量が重要だったかな。味がこれで結構変わった。以上です。皆さんはカレーを作ったことありますか?